負けたからこそ今日本当にあのベルト欲しいなってすっごい思ったんで、多分今までで一番思いました。すっごいあのベルトがキラキラ輝いて見えたんで、金と銀のベルトを持ちましょうよ。本当にあのベルトが欲しいです。あのベルトを取るの本当に難しいなと本当に思います。でも私思ったよ、川勝もああやって何回も挑戦して取れなくて BY にいつも負けてて、その気持ちが今のチャンピオンを作ってると思うから、私たち一番それに近いと思うよ。違うかな、はい、私もそう。だから多分タックのベルトは悔しい思いした人が次のチャンピオンっていう方程式が今出来上がりました。諦めずにいこう。はい、絶対七井さんと、タッグのベルトを取ります。私は勝ちたい。じゃあ脇田さんにもベルトを巻いてもらわないと気が済まないんで。本当に七井さんに任せてもらったベルトをこれからもずっと私は守り続けたいです。何度も何度も挑戦して取れなかったベルト本当に取れるとすごく嬉しくて嬉しくて、プロレスって最高だと思います。プロレスっていうか脇田さんは最高だよ。いや、私は内田が最高です。いや、脇田さんは最高だよ。17周年本当に私不安でしたけど、1回戦から厳しくて、2回戦も内田さんぼっかしたらちょっとばかりこれからずっと私はこのベルトを七井さんと持っていきたいです。守っていこう。はい、このさ悔しさ3回目でやっと取れたこの蓄積っていうのがあるんで、この力をこれからでも大江戦でもっともっと強大にして発揮していけるように、はい、七海穂ババアだなんてバカにされないように頑張らなきゃいけないと思うんで、これからもど根性でいきましょう。はい、ナイスさん、17周年みんなお祝いしてます。ずっとやってくださいよ。はいはいはい、はい、17年この道歩いてきた誇り、プライド、誰にも負けません。プロレスが大好きだー。よっしゃよし、これで赤いベルトも取って、はい、七井さんには赤いベルトしか似合いませんこれ似合わないのか。それもタックも似合うんじゃないの。そうですね、ああ、はい、今までいなかったタックチームが誕生して、もっともっとスターでも面白くなると思います。これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。